ちゃこんにちは。さあ、ゆたかさん、今日はゆたかさんの発掘シリーズでーす。今日は実は特別編です。プロ野球の選手じゃありません。ってじゃあやめた。いやプロ野球というか野球ファンなら、はい、もう誰しも知っているであろう。そして今年のドラフトで多分一番人気でなるであろう。あの選手一番人気かね。多分一番人気じゃないですか。可能性はある。はい、花巻東高校の佐々木麟太郎選手です。監督の息子な。監督さんの息子です。はい、息子さんです。184センチの、114キロかな。ちょっとふくよかなね。ふくよか、まあ、そんな感じがするけども、はい、すごいパワーしてんな。すごいですね。で、まあ、これまでは、はい、高校通算ホームランは111本の清宮選手が歴代1位だったんですが、それをはるかに超えていく今134という数字です。3番に座ってます。いや、そう、やっぱパワーは魅力だよな。あの打ち方っていうのも、うん、やっぱり今風の打ち方でね、はい、まあ、低めのボールをこう拾って運ぶというね、まあ、そういうバッティングをするし、はい、あの体にしてキレはあるよね。ホームラン何本か見たけど、はい、左ピッチャーのね、はい、アウトハイに来たボールに対してバーンって反応してるんだよ。でホームラン持ってってんだよ。あ、これはいいなと思って。で、左バッターなんですけど、その志学館との対戦の時には3打席あのインコースで攻められて空振りだったんですけども、まあ、インコースというよりも、まあ、変化球攻めだよね。うん、だからあれだけ変化球を投げられて、まあ、3打席に三振するっていうのは変化球にちょっと弱いのかっていう感じもするけども、まあ、4打席見れば結果出すというね。そうですね、あの高めの甘く入ってきたところだったんですけれども、で、場外ホームランも飛び出すっていう。そうだよ、全部場外だ。でね、やってるところがすごいよ。やっぱ東邦愛工大名電、はい、中京大中京、はい、愛知の名門だからね、全て、はい、それをコッパみじんにしてるわけだから、まあコッパみじんっていうか場外に持ってるっていう、場外に持ってる、まあ一人でね、目立ってるわけだから、はい、だからそれはやっぱり相当非凡なものはあるし、はい、まあ今のところはやっぱり魅力あるよね。そうですよね。まあ、あれだけ飛ぶっていうのは、その、まあ、もちろん金属バットっていうことも一つは要因っていうのはあるんですか。まあ、確かになくはないけども、うん、金属バットだから飛ぶっていうふうには俺は思わないね。木の方があの子は飛ぶんじゃない。やっぱこうインパクトの握る力が強いと思うんだよね、はい、だからあれだけ飛んでいくと思うんだけど、うん、木のバットでしなった方が飛ぶからね。あ、そう、金属バットより視点がしっかりしてると。はい、万力でこうやって締めるじゃん、視点を、はい、うんうん、ね、バットを握るところ、うん、金属バットってしならないでしょ。あ、な、そうですよね。そうでしょ、はい、金属だから、うん、しなったら大変なことなんですね。そうですね、溶けてることになりますよね。いや、それでこうやって視点をしっかりした木のバットってこうやってちょっとしなるじゃん、うん、はい、このこれで俺はもっと飛ぶと思う。しなった分の反発力でこう飛ん、視点がしっかりしてるとね、あ、木の方が俺は飛ぶような気はするよ。じゃあプロに入って、まあ、木のバットに変わってホームランバッターとしてクリーンアップ打つような選手に将来なっていくんですか。いや、ホームランバッターじゃないと意味がない。うん、やっぱあの体で動けっていう要求はできないし、はい、まあ、そうなってくるとやっぱホームランバッターになる。お前結構打つんじゃないか。例えば慣れたら、そうなんですね。慣れたら、だから56本村上打ったけど60本とか70本夢がある選手だと思う。やっぱでもそのアマチュアとそのいきなり今度来るプロの壁っていうのがあるんですけど、それは何年かかかるよ本数はね、うん、あ、もちろん だけどプロ1年目から仮に使うとしたら、うん、するじゃない。20本ぐらい近くは打つんじゃない、うん、いや、でも率は1割かも分からない、うん、そうなってくると使えないっていうことになる。そうですよ、ね、うん、だけどやっぱこうだん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 慣れていきプロの水に慣れてくるとやっぱ相当な数は順調にいけば、はい、本数はこなすだろうなと思う。その、まあ、やっぱり高校の時にやっぱ清宮選手ってすごいやっぱり話題になってプロに入ってきた佐々木麟太郎選手と、はい、まあ、高校時代の清宮選手を比べるとどういう違うタイプですか。打ち方が違うの。まず清宮ってバットのヘッドをうまく使ってたというか、はい、なんか技術があったの、うん、麟太郎っていうのはパワーだよ。パワーで持っていく感じ、パンと捉えたら全身でそこに爆発力があるというか、清宮は取ってパンって打つようなタイプだった。
わーんって振らない。もう分かってるから、あここに来てこうやって打てば入るって。佐々木麟太郎っていうのは捉えてるんだけど、どこまで飛ばせるかっていうのを楽しんでるみたいな。なんかとなると村上選手にちょっと通ずるものってあるんですか？村上は率も残す、はい、麟太郎っていう選手は2割5分でもいいから60本70本を目指す、おそんなタイプのバッターだよ。完全にホームランバッターですね。完全にな。いや完全にホームランバッターだよ。だからある動画で中日、はい、ね、あのテラス席とかいろいろ話したと思うんだけど、麟太郎なんか持っていってあそこで仮に50発打ったらスーパースターだよ。これ中日どうですか、スカウト陣が1位指名なんてことは可能性ある、ありますかね。でもなんか監督の佐々木親父が絶対嫌だ、うん、それホームラン狭いところがいい。いやそれだったら夢があるのは横浜スタジアムで、うん、あの打ったら場外に飛んでいくみたいな。さらにマシンガン打線じゃないですか。マシンガンだこれ、バズーカ砲打線、バズーカ砲打線ドーンですよね。でもまあ守備としてはファースト、まあ、ファーストしかできないだろうな。だファーストがやっぱり空いてないとっていうところもありますもんね。まあまあ彼が成長したら空けるよね、うん、まあそれとあとはやっぱり高校生でスターを取りたいっていうのはハムだよね。そうです、ハム歴代スター取ってますし、まあ、先輩のね大谷選手、花巻東、まあ、あと楽天な、楽天、まあ、同じ地区っていうか東北地区っていう意味では、まあ楽天ファーストをね上げてもいいから行きそうですね。だからまあそのぐらいかなと思う、まあ、楽天、日本ハム、で豊さん的には中日行った方がいいよっていうところ。いやいや中日は行かない方がいい。あ、行かない。いやいや、それはやっぱあの球場がやっぱネックになるから中日行かないでって、行かないでって。あ、この2球団ですかね、じゃあ日本ハム、楽天、 DeNA。 あ、DeNA、まあ、ホームランで勝つっていうことを考えると巨人でもファーストがいっぱいいるんだよ。いやもう余ってますよ、まあ、余ってるんだ、だからすぐには出れないわけ。そうですよ、ね、そうなってくると困るからそうはしない、うん、広島もいい、ね、うんうん、広島もそうですね。ああ、西武でもいい。そうですね、西武空いてますね。なんだお前、意味なんか向こう向いて笑いなさいよ。俺見て笑うなよ。そうですね、西武も、あ、もちろんおかわり君がね、やっぱりあの年齢的なものもありますし、そうそうそう、やっぱりホームランバッターっていう意味では欲しいですよね。いやだから結構欲しいところはあると思う。ありますね、あるある。じゃあ今年のドラフトのやっぱり目玉はこの佐々木麟太郎選手ですね。まあまあそれは魅力はあるよな。じゃあもう全部佐々木麟太郎、佐々木麟太郎、佐々木麟太郎ってなりそうですね。いやそんなことない、そんなことないです。まあこういうの待ったをかけるのは、はあ、渡来っていうまだエネオスにいるんだよ。エネオスの渡来選手、これ親父が、はい、ヤクルト、元気印、元気印、渡来さんは豊さんとは被ってますか？やってんのかな、分かんない。あ、分からない。いや、解説したこともあるよ。だから多分やってないのは入れ替えぐらいじゃないかなと思うんだけど、はい、これはもう血統書付きだから。あ、もうお父さんサラブレッドですか？もうこの子に文句あるんだったら親父に殴り飛ばしといてみたいな。いやそういう時代の人間だから。なるほどね。そうそう、お前の息子は何やってんだこのポケみたいな言ったら息子に伝えてくれ。そういうタイプだから。でもそんなことをすることがないぐらい、日がないぐらいの実は選手とスマートだないうところなんですよね。横浜高校からも特にエネオスに、はい、行っていまして、すで、はい、に日本ハムや阪神のスカウトたちが何度も視察に行ってる。特に日本ハムのスカウト素晴らしい、天才称してます。で、何が天才なのかというと、例えば外の球を待っているところに内が来たらくるっと体が回ってライトスタンドへ持っていく。で、逆の場合はうまくバットを送らせて左中間へヒットを打つ。これは教えてできることはない、できることではないですね、天才ですと。それ誰だよ、スカウトがですね、日本ハムのスカウト、はい、日本ハムの、坂本スカウト。これは言っちゃいかないよ。ですか。外待ってたっていうのは、はい、分からないから。
そのバッターしか。はい。あ、そうかそうかそうか。主観ですもんね、見てる方の。外待っててインサイドでくるっと待ってみたいな、うん、できないんですよ。あれこれできない。でも天才型で間違いはない。あ、そうなんですね。バットコントロールとかちょっと抜かれたボールに対しても、はい、バットのヘッドっていうのは最後まで生きてるもんな。あ、やっぱりそうなんだ。こうね、前に出されそうだけど我慢できるんだよ、はい、そこでへたらないんだよヘッドが、はい、そこで我慢してガッと力を入れれるんだよ。俺は天才だ。こういう言い方したらいいんだけど。そうですね、待ってたもん、ね、逆に本当かみたいな。そんなバッター見たことないよ。そうですよね、まあ、でも鋭い打球を弾き返す左の好打者ということで、打撃センスはプロも注目している。いや、いいよ。183センチ83キロの、もともと外野をしていて、セカンドも守備もやることもあると。あのね、親父がまた人がいいんだよ、これ。あ、そうなんですか。本当人間的にできてる人で、はい、その親父に育てられたっていう息子だから、はい、相当人間的には立派になってる、うん、まあ、横浜高校でグレなわけ、グレてなければね、はい、ね、まあ、社会人に行ってきっと先輩後輩とかもあるでしょう、超エリート行ってるからね。そうですね、横浜高校エネオス。大学行かなかったんだね。多分あの社会人行った方が早み、まあ、それもちろんそうだな。そうですよね。このじゃあ渡来選手はお父さんもヤクルトということもあるので、ヤクルト指名行くんですか、ね、可能性あるよな。ただ阪神も、まあ、日本ハムもスカウトは見に来ている。もう親父ごと雇用するからみたいな。お父さんコーチで。いや、コーチかなんか球団職員で。職員で。もう雇用するから来てください。条件的には出せますからね、いくらでも。ヤクルトに行けばもう雇用っていうのは関係ない。はい、他の球団だったらなんか雇用までついてくる。阪神も見てるってことは阪神も欲しいと。阪神は行かない方がいいよ。だって左は育たないもん、なかなか。まあ甲子園の、ね。里照でギリギリだから。そう、いや、あの場をもってしてギリギリだから、うん、そしたらもう近本とか中野みたいなクラスにならなきゃいけない、はい、あのアベレージを取っていくっていうね、うん、この渡来選手がどういうバッターになりたいかっていうことで考えると、ホームランも打ちたいでしょ、うん、この手のタイプは。ホームラン打てるバッターだし、はい、まあ、あの東京ドームのバックスクリーンを放り込めるぐらいの力あるわけだから、うん、それだったらやっぱ他の球団の方がいいよな。うん、そうですね。だからドラフトされたらしょうがないよ、はい、しょうがないけど、うん、親父はもうホクホクして行きなさいみたいな。阪神は人気球団だから行きなさい、ね、そこで逆らったら俺が生きていけなくなるから。自分のしがらみも考えるんですか。お父さんは。めんどくさいな、そういうのが。そうですね、まあ、だけどそうか、やっぱ日本ハムとかいいかもな。ああ、まあ今ね、成長しつつある球団ですし。そうだな、うん、だからチャンスをもらえると思うしね。そうですね。でもあそこもいい選手いるぞ、お前。外野手。いますよ、日本は。まあ、内野手にもいるから、はい。セカンドやってますみたいな。いや、加藤豪介いるから。そうなんですよね、絶好調の。そうそうそう。まあ、でも内外野、どちらもできるっていうところが。まあ、貴重だよな。貴重ですよね、すごく。うん、で、ファーストも、まあ、誰がやってもいいような状態で、うん、新庄監督も使ってるからね。はい、まあ、ファースト固定でもいいし。はい、いいな、若いって。なんかそんな、いや、本当にいいと思うよな、夢があるからな。夢しかないですもんね、本当に。だもしかするとですよ、日本ハムが1位指名に佐々木麟太郎選手、2位にこの渡来選手取って、なんてことも。いや、俺2位までは残ってないと思うよ。1位でどこかか。大体2人とも1位だと思う。あ、うん、だから、どっかは渡来みたいな声が聞こえると思う。そうですね。まあ、今日はちょっと番外編ということで、はい、いや、この2人は、ね、はい、絶対こうドラフトにかかってくるんで、はい、もう注目しておいてください。そうですね、はい、はい。